皆さんこんにちは。 JCCA スーパーバイザーアスリート道場部室チーフコーチの渡辺直美です。今日は来る10月のコアコンフェスタのセミナー内容についてお話しさせていただきます。今回のセミナーはオール座学になります。なので赤ちゃんの動きが子どもたちの体にどんな影響を与えたいかしっかりと理解したいと思っている人、ジュニアの選手に関わっているので子どもたちの体のことをもっとより深く知りたいと思っている人、自分の子どもを将来スポーツ選手にしたいと密かに思っている人、そんな人に受けていただけたらなと思います。このパソコンをちょっと見てください。皆さんよくご存知のスキャモンの発達発育曲線です。でこの曲線の中の一般型体の成長なんですが、体の成長を追っかけていくと生後2年ぐらいとジュニア期14歳から16歳ぐらい、この2箇所で体って急激に大きくなります。私たちの人生において体が急激に大きくなるのはこの2つのポイントだけなんです。受講後この2つの成長の曲線の中で2つのピークがどんな風に絡んでくるのか、私たちの体が大きくなっていくときに私たちの体の中ではどんなことが起きているのか、それがジュニア期の選手にとってどんな影響を与えるのかっていうことが理解できるようになります。それが理解できると指導にもっと幅が広がるし自信が持てる、受講後そういう風に変化していくんではないかと思ってます。渡辺、久しぶりに真面目にお話をしたいと思います。10月お会いしましょう。